初代サフォーク博、トマス・ハワードは、イングランドの貴族、政治家。スチュアート長初代国王ジェームズ一世の時代の1614年から1618年に、かけて、大倉教を務めたが、カトリックであったため、プロテスタント教皇派によって、失脚に追い込まれた。サフォーク博・ハワード家の祖にあたる、オードリー・エンドハウス第四代ノーフォーク校、トマス・ハワードの次男。 母は、父の二番目の妻であるマーガレット。イボアニに、フィリップ・ハワード、同母イに、ウィリアム・ハワードがいる。ケンブリッジ大学セント・ジョンズ・カレッジで学ぶ。1588年のアルマダの海戦に従軍し、海軍教を務める親族の第二代、エフィンガムのハワード男爵、チャールズ・ハワードからナイトに乗された。1596年のアゾレス諸島遠征や1597年の、 カディス攻撃では艦隊の司令官の一人となった。帰国後の1597年4月23日にガーター騎士団ナイトに除され、12月5日にハワード・ド・オールデン男爵として貴族院に招集される。ジェームズ一世が即位してスチュアート長が始まった後の1603年5月に数密顧問官に列するとともに宮内長官に任じられる。 1603年7月21日には、サフォーク博に上される。1605年7月に、サフォーク総督、ケンブリッジシャー総督に就任。1611年7月には、ドーセット総督に就任。大倉教初代ソールズベリー伯爵ロバート・セシルの死後、ジェームズ・一世は、大倉教のポストを開けて、委員会制にし、サフォーク博のお辞にあたる。 初代のオサンプトン伯爵ヘンリー・ハワードが財政を主導するようになった。老いのサフォーク伯も1612年6月に大倉委員会の委員の一人に任じられた。1614年から1626年にかけてケンブリッジ大学学長を務めた。1614年7月に大倉教に就任した。1610年に財政改革案大契約が 議会から否決されて以降、多くの財政は危機的状況に瀕していた。1614年に議会が再召集され、政府は議員買収や派閥工作などで議会会中に努めたが、国王秘書長官ラルフ・ウィンウッドが議会対策に不慣れな上、宮中内の派閥争いの発生のために挫折した。その派閥争いは主としてカトリックのサフォーク博が ウィンウッドや、第三代ペンブルック博、ウィリアム・ハーバート、ジョージア・ボットら宮中内の財政改革派への協力を拒んだことに起因していた。また、サフォーク博はカトリックとして親スペイン的であったので、プロテスタント強硬派は財政的困窮に苦しむジェームズ一世が、サフォーク博の上層を受け入れて、スペインから財政援助を受けるためだけに、スペイン王室との婚姻に動く、 可能性を恐れていた。そこで、プロテスタント教皇派は、サフォーク博を、ジェームズ一世を切り離す意図で、ジョージ・ビリアーズを、国王の側近に据えて、その昇進を講演した。ビリアーズは巧みに、権謀術数を駆使し、ついに1618年に、サフォーク博に、汚職容疑をかけて、失脚に追い込んだ。これにより、サフォーク博は、 公金横領と商人への強括の容疑で、性質調裁判所にかけられ、罰金刑に処せられた。この時、サフォーク博を裁いたのが大法官、フランシス・ベーコンで、それを恨んだ。サフォーク博は1621年の議会で、貴族院議員として、ベーコンを収賄罪で追及するメンバーの一人になった。1626年5月28日に死去。母から、 オードリー・エンド荘園を相続しており、叔父の初代のサンプトン博の式のもと、名高いオードリー・エンドハウスを建築した。1577年にメアリー・デーカーと最初の結婚をしたが、子供のないまま1578年に死別した。ついで1583年にキャサリン・ナイベットと再婚し、彼女との間にサフォーク伯爵位を継承するセオフィラス。 初代バークシャー伯爵に異される、トマス、エスクリックのハワード男爵に異されるエドワード、第2代ソールズベリー伯爵ウィリアム・セシルと結婚した、キャサリーン、第3代エセックス伯、ロバート・デバルーや初代サマセット伯、ロバート・カーと結婚する、フランセスなど7人の息子と3人の娘を設けた。ありがとうございます。